こんにちは。舞姫大学特別講義です。今回はですね、勉強していきましょうというテーマなんですけども、お金を稼ぐための勉強っていうのはね、やっぱりこう、今まで学校で小中高、大学で学んでいたような勉強とは全く違うんですよね。いわゆる学校で学ぶ勉強っていうのは、その組織の一員になるための勉強。悪い言い方すると、その奴隷とかね、歯車になるための勉強なんですよ。 どうやったら上司に切られないか、どうやってルールを守っていくのか、どうやって残り少ない時間の中で、もしくはお金の中で自分の自己実現をしていくかっていう、すごくね、窮屈な勉強をするんですよ。まあ、それが調和とか協調性とかって言われるんですけどね。でもこれからお話しする私の勉強っていうのは、お金を稼いで自由になります。そんな勉強です。お金を稼いで 時間的な自由を手に入れるためにはどんなことを勉強すればいいんでしょうかこれはね3つに分けられるんですよ1つはですね集客する勉強ですどうやったら人が集まるのかどうやったら自分の話を聞いてもらえるのかどうやったら自分が注目されるのかという集客の勉強が1つですで、2つ目っていうのはですね商品の良さを伝える勉強ですよねもしくは商品を作る勉強と言ってもいいです 自分で商品を作る場合はどうやったらこの商品の魅力に気づいてもらえるだろうかどういうものが世の中に必要だろうかってことを考えながら商品を作っていきますまあこれがだから商品を作る勉強なんですよねそして商品を知らせる勉強っていうのは誰かが作った商品既にある商品の良さを自分で分析してそれを正確に伝えていく勉強ですそして3つ目なんですけどもセールスの勉強ですよね どうやったら人が商品を買ってくれるのかどうやったら集まってくれた人が商品に興味を持ってくれるのかという販売の勉強です。で繰り返し申し上げますと集客の勉強商品の勉強セールスの勉強この3つがマスターできればお金と時間から自由になるわけですよ。なぜならどんな商品も売れるようになるからですよね。まあ、ですんでね本当にシンプルに3つだけ勉強すればいいんで簡単だとは言えるんですよね。 じゃあこれをですね、恋愛やプロポーズに届いてみましょうか。集客ってのは、異性とどのぐらいの頻度で出会えるかっていうことになると思います。まあ、そのためには、不潔だとあんまりチャンスがありませんよね。それから、異性がいるところに出かけていかなくてはいけませんよね。もしくは向こうから来てもらう工夫が必要です。まさに集客ですよ。で、次が商品なんですけども、商品ってのは自分の魅力をいかにね、 いやらしくなくなな伝えるかってことなんですよ自分の自慢話をするとつまり商品のいいとこばっかりを喧伝すると疑われちゃったりね鼻についちゃったりするんで嫌みなく伝え上げていくことが必要ですそのためには自分の、えー、短所ですねウィークポイントもきちんと添えていくことが信頼を構築するために必要になってきますでもウィークポイントをあまりにも強調しすぎるとこんな商品欲しくないよあなたとは付き合いたくないよってなっちゃいますんでねこのさじ加減を勉強していくってことになります 最後はセールスなんですけどもつまりは告白して付き合ってもらうとかね自分の気持ちを明かすとかそれからプロポーズするっていうこれタイミングとあと同時に言葉と共に添える指輪なり花束が大事になってきますよねだからセールスするときには得点をつけていったりとか期間限定を設けたりとかするわけですよでこういうふうにプロポーズや恋愛に例えてもこの商品をね 販売する力、ビジネスの力っていうのはものすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。さあ、これをさらに細かく細かくお話していきますと、ちょっと時間がありますので、今日は割愛しますけども、愛媛大学の特別講義の動画を通じましてね、これから商品力とか、集客力とか、販売力とか、この辺をもっともっと分解して具体的な例を用いた、そんな動画をこれからも作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。